あ、来た。すぐに撤退だ。ムーラフラがおるわ、ちゃんと。あー、こんな感じ。まさかこいつが出てきてるとか。SD カンドバトルアライアンス。謎リロン。タッタッタって謎リロン。タッタッタって、お前が言ってるその理屈へ謎リロン。いやあ、セスナケースだよ。ガンダムバトルアライアンス。前回、ディレクトリー2のダブローのこのステージやったんで、残り2つ。さっきとりあえずシードこっち眼差しの先やってきてたと思います。ですね、味方ちょっと変えましょう。別に変えなあかんわけじゃないけど、鉄火団三日月オーガスバルバトスだろ、ともう一つにナイトガンダム。もう完全に近距離型みたいな感じでしょ。ナイトガンダムあれ、バボダス2体編成になるな。なんかちょっとおかしい感じになるな。ちょっと、射撃型キャラ、混ぜてみるか。まあ、アムロか。やるとは言えない。けど、やるしかないんだ。やるしかないんだ。なんだこの組み合わせ。味方に、ファーストガンダムとナイトガンダムっていう、ちょっと、奇妙な組み合わせになってるけど、やっていきまーす。シードのストーリー、ダブルにシードが来とうってことはシードに08正体の来とう出とんかな。あ、サイクロプス、あ、リアルなサイクロプス初めて見たよこれ。あ、騎士ではないんだ。アムロやけど騎士ではないんだ。僕がナイトだって、連邦にそういう階級があるのかな。ない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 って勝手に言ってるだけ。使い方が違うけん、ちょっとそういう誤解を招くような発言になってるわ。そうや、そういう話やもんな。ここから入る。あ、これ L1 で開く。友軍。これは誰？あら、ダブルオーのキャラか。そっちが来た。あ、ダブルオーとシードテレコになっとんじゃ。わ、いかにもアレルヤだったらさ、ここから逃げろって言えさ、周りの人間敵味方関係なく言うタイプやな。オッケー。そんなやり方で本当の平和が得られるわけだ。そうよ、アレルヤだったらそう言うと思ったって感じやな。よいしょ。トレビーおるんか。よいしょい。ザクがおるで。普通のザクがおるで。ほらな。一応08正体は一連戦争の話やけん。一応ザクも出てくるよな。ファーストガンダムじゃなくても。よいしょ。よいしょ。やっぱ、近距離強いよな、バルバトス。一発一発が重い。よし、おる、まだおるわ。射撃武器使わんでもええぐらい強いよな。一発一発が強くいかん。近づく必要がないっていうかな。えっ、しかも撃ったら射撃攻撃足止まるけんさ、使いにくいな。ぶっちゃけちょっと若干残ったら射撃武器ぐらいでもええ、それぐらいなんやな。そうなんよな。でかい電子レンジって考えたら分かりやすいけど、すっごいエグいシーンだよな。だからシードさ、あんな土曜日の夕方に放送するようなもんじゃないっていうレベルのさ、血がブシャーなシーンあるけんな。トラウマよ、トラウマシーンなんよぶっちゃけ。シードって割とトラウマシーンあるよね。結構血の流れるシーン多いな。人種差別とかちょっとテーマに入ってきとるし、
ちょっと割と重い話も混ざってきてるところ。え？俺は4やったん？アレルヤ。え？そういうことあるんじゃ。よいしょ。まあアレルヤおらんならおらんで頑張っていくぜ。アレルヤにこの血の地しぶきを見せたくないからな、俺としても。よいしょよいしょいよいしょいよいしょい。気づいたら HP があんま高くないっていう、割と削れとるっていう。次行こう。サイコプロスなんか発動させたまるかお前。あ、来た。ムーラフラがおるわ、ちゃんと。あー、こんな感じ。まさかこいつが出てきてるとか。わ、なんかこう見てみたらさ、量産型ビグザムみたいな感じやな。なんか立場的な感じでは。パイロットアイナサハリンじゃ。原作ではアイナじゃないんやけどな、ギニアスなんやけどな、兄のノットンって。あ、割とバリバリ削れよる。きたー。そしてまさかの白アマラ登場。3作品がごっちゃになっとんじゃん今回。やばい、このアポサラス射撃攻撃がほとんど当ててこんで、ちゃんと割となんか的になっとる。意外なほどに的になっとる感が。マジか、シロの愛がこう、こっちの世界にシロ自身を誘うような本気。愛の力、これ愛の力なの。くらえ、必殺当たるかな、これもう同じ高さ、同じ高さ当たったー。結構ヒットしてます。いける。意外とさ、アプサラの射撃攻撃が自分の方に飛んでいこんっていうね。なんかこれ前のボスの中で一番戦いよるよ。安定して。で、あ、ぶつかってくる攻撃あるんじゃこれ。厄介やなそれは。それはよしできんの、ブレイクアウト。いけー、回復する。前返しだ。お、半分削ったな。熱血アモだ。出たー、好きだー。笑顔になった。その一言でアイナもマンズラではないような笑顔になった。帰ってったー。愛の力、これが愛の力なんじゃ。お前すごいこと言ってたわ。あ、アークエンジェルがえらいことになってますね。あ、終わりこれで。あ、なんかアプサラスそんな強なかったな。なんかアプサラスの射撃攻撃あんまエイム当てなかった感がある。うん、なんかボスの中で特に弱い感じのやつ、見かけがわした感じになってた。しかし白アマダの愛の力がさ、ブレイク現象を収めるっていうね、愛ってそこまで偉大なんだねみたいな感じの状況になってましたけど。アリオスの設計図もあるで。陸戦型ガンダムも、陸戦型ガンダムは分かるけどな。あ、陸戦型ガンダム使えるようになった。陸戦型ガンダム、実はアムロが乗っているあのガンダムをさ、あのパーツ、余ったパーツを使ってるっていうか、あのアムロが乗ってるガンダム RX782 ガンダムのために作ったパーツやけど、そのパーツの中でもちょっと性能の基準値をクリアできなかったパーツを寄せ集めて作ったのが陸戦型ガンダムです。つまりアムロのガンダムのちょっと劣化版みたいな感じですね。それでも性能は高いぞ。そしてアリオスは 50% やけん、もう一回ここのステージやったらアリオスガンダム設計図って入れて使えるようになるんちゃうかな。アリオスか、機動力高そうやな。あ、迷い降りる剣でトゥルー解放された。
あれはこっちの震える山やる前にさ、こっちのトゥルが出てくるパターンか。震える山、原作通りにやるんやな。どうしようかな。まあ、さっき、ブレイクの方を全部片付けるということで、08正体の震える山全編、ブレイクの方やるわ。来たわ、ノリスパッカードで、グフカスタムで、あ、そのあたりの話なんじゃ、こっちは。震える山。そっか、震える山ってそういう話か。怯えろ、宿命のやつでないか、お前。よっしゃ、じゃあ今回はこの編成でいきまーす。ガンダムが使ってみたかったっていうんと、味方にこの二人選んだんは、同じ連邦のパイロットとして、どういう掛け合いが発生するか、ちょっと、出掛け前のやつ、ちょっと見てみたいなと思ったんで、これでいきます。ここがラスの市街地だね。ああ、そう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 。ここに量産型のガンタンクが3機おって、それを狙って、ノリスのグフカスタムが攻めてくるな。みんな準備はいいか。あれ？ガンダムのパイロットのアムロ・レイです。なんか思ったより当たり障りのないようなやりとりやったな。残念。ああ！こっちはティエリアが出てくるんじゃ。シードと08正体のストーリー、それぞれガンダムマスターが一人ずつ派遣されたような形になったな。ジンクスできた。よいしょよいしょ。バズーカこれだったな。よいしょ。ベーダーが許してくれる？ベーダーは許してくれる？この時代はベーダー敵に取られてないかな、アローズに。あ、取られてんじゃねえのかな。アローズ側にベーダーがおる状態じゃない、これ。リボンズ側に。あ、なんかおる。普通の量産のジムか。やばいな。オーバースペックやな。だったらセラビー、オーバースペックもいいところやな、お前。単独で飛べるわ。バリア張れるわ。火力えげつないわね。オーバースペックすぎるわ。この時代に、セラビーはな。出てきちゃあかんような感じやけんな。広いな、マップが、そもそも。バズーカで次。バズーカ。撃破。なんだ？何が来る？あ、グフカスタムか。ここは普通にグフカスタムかな。出た！ブレイクやけど、この辺は一緒か。この組み合わせは。わあ！この、オイルが血しぶきみたいにブシャーってなるところもさ、原作通りっていうか。これ見たかったわ、このゲームでもっていう感じやな。そうなんや、グフカスタム。ああ、そのセリフも。あ、それをティエリアが反応するっていうさ、割とクロスオーバーやってるな。なんだ今のビーム何？どっから遊んだビーム出てきたって、セラビーしかおらんか。この時代遊んだ太いビームをモビルスーツがするってセラビーしかおらんか。すごい動きしとるな。バズーカ。ガード。人類は変われないのか。なぜ人類は分かり合おうとしない。ででちょっと下がって火力入れたいですね。あ、これは味方じゃ。いや、やばい。ちょっと良くない、これは良くない。ティエリアにヘイトが集まった間に火力させてもらう。そしてティエリアにヘイトが集まった間にバズーカレンジャー。バブティエリアのカバー入るぞ。あ、シロ死んでるやないか。どこ行ったシロ。待って、シロダウンしてるやん。いてててててて。どうにかしてダウン状態の味方助けれるの、助ける前にザク倒そうか、周りの。
よし。よいしょーい。そうなんよな。無人なんよな。あ、シロ、アムロが助けてくれたんかな。わあ、ガードしたつもりだったのに。ガードが間に合ってなかったかのかとく。回復は間に合った。よかった。どい。ジャベリン、あー、高さが違う。ロックオンするアイテム間違えてる。あぶら、うまいかもしれん。バズーカ、横移動した時に当てにくいが当たった。もういっちゃう。ガードは間に合う。どうやよって、どうやったらその、なんか、あったっけ。これだ、どういう能力があったか忘れたけど。回復が間に合った。ちょっとやばいね。残りこんだけ削らなあかんのに。ロックオンが違う敵に向いてしまうよな。お前じゃないんだよ、邪魔だ。雑魚敵をロックオンしてしまうよ感じ。よし、ガード。そうだ、生きてこそじゃ。生き残りたい、生き残りたいって違うゲームじゃ。違うロボットアニメじゃんこれ。けどそういうことだからな。そうよ、ぶっちゃけその頃のティエリアって全然ツンケンしとったのにさ、ティエリアにちょっと励まされてみたいなとこあったけんさ、ちょっとティエリアの人格を変えた人って言っても過言でもない。おびえろ宿命、お前はモビルスーツの性能を扱えてるけど死んでいけ。ヒェイ、何を。ごめん、話聞いてなかったけど、踊りだとったんか。逃げてった。あんだけやっとっておきながら逃げやがった。撃墜できんかったんかな。あとこいつか。よし、終わりかな。まだなんか来る。まだジンクス。何、イノベーターもおる。どこどこどこ。え、まだ来てはないけどか。遠く連戦になるんか。やばい、回復ないぞ。もう戦うとなったらちょっとやばいかもしれん。戦わない、なんか話し合いで解決しましょう。やめましょうよ、命がもったいないみたいに。ワンピースのコビーみたいな感じにならんかな。もうやめましょうや、命がもったいないって。無理かな。来るかな、イノベーター。なんか設計図ある、拡張パーツか。来るぞ、なんだ、イノベーター。どの機体かテッサ？何やって、ガラツーか。別のタイプやな、イノベーター。しかし、ちょっと HP がやばいよな、こっち。回復アイテムがね。どこ行った？接近タイプ来たか。イエーイ！やばい。これはガードして止めなあかん。ヘイトが味方に合わさっとる。ミサイル、ミサイルっていうかバズーカ、やばいな。しかし HP が残り100切ってしまっとるし、回復アイテムないし、絶対全然。おお、ジャベリン、ファイヤー。あ、敵宙に浮いたとき、いや、当たるよ、当たるよ、いけるわ。よし、近い距離が。これはガードが間に合ったけど、ガードしてもダメージは入る。かわさなあかんねん、これ。あー、ダメだ。こんな感じなんじゃ、ゲームオーバーしたときって。あっさりするな。やっぱバルバドスが強いんじゃないかなと思うんでね、バルバドス使います。そして味方にナイトガンダムと三日月、この2つでどういう
掛け合いが起きるのかちょっと見させてもらいます。さあ参りましょう。光の導くままに。あんたは俺が守るよ。オルガに言われたからね。オルガにナイトガンダム助けろみたいな感じに言われとんか。来たー。さて今回いけるかな。回復アイテム全部使ってもらったんやな。よいしょよいしょよいしょ、あよいしょ。人間はどうしてこうも愚かなのか。誰かを守るために戦いをバカにしないで。ガードした。バッチリガードした。障害となる敵は殲滅。使わせてもらう。ダウンしなくなりました。相手が誰であろうと我々の敵ではない。よいしょ。鍵あったっけ。やばい、やばい。モビルスーツの強化足らんのかな。やられたら終わりかこれ。丁寧に戦ったらいけるかな。おーし、どういう弾道で攻撃してくるかちょっと読めてきておけどな。三日月やられてる。助けれんよな、回復アイテムないけん。いや自分で リスポンしようか。これ以上先には通さない。僕は自分の信じた道を歩む。愚かだと言われようがガムシャラなまでやらせるものか。やれるかな。残り HP 半分か。よいしょ。ちょっとなんとか耐えよるな、耐えよるなんで。叩き込めるかな。よいしょ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 。ここまで削った。ダメージ食らわんままここまで削れた。やれるかもしれない、やれるかもしれない。投げた。人類を導くのではなく人類と共に未来を作る。これやれるかもしれない。残り HP25 で耐えきれるかもしれん。味方に任せて全員。俺はどっからプー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 で打ちつける。プー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 。味方にヘイト集まっておけ。俺攻撃食らってない。うわぁ突然俺の炎できた。危なー。よろしく。倒せるかな。惜しい。あいや、ナイトガンダムが最後決めた。ナイスー。危なかった。もうちょいモビルスーツの強化しといた方がええな。これ足らんな。ギリギリっていうかさ、アモアやアウトだったわ。セラビーガンダムもブレイクアウトしたね。おう、濃い紫外線だったね。確かに。まだあとはゼロワッツ正体を帰還する。え、生死を成立させる仕事が残ってるよ。まだなんか残ってんの。もうこれでミッション終了でええですよね。終わるよな、終わりじゃよかった。帰ったらご飯あるかな。うん、帰ってたんまり食えばええよ。ビリビリビリにモビルスーツを損傷とめちゃくちゃやけんさ、おやすさんが大変だろうな。ごめんなおやすさん。セラビーの設計図やけど、多分これだけじゃセラビー使えんのだろうな。もう半分いるんよな。どうした。では今回こっちのシードのトゥルーのミッション行きます。水晶モビルスーツレベルっていうのがあるらしくてね、のフレール山の後編トゥルーの方と、ね、比べたらこっちは12対1でこっちは8なんで、こっちの方が先の方がいいかなって思いましてやっていきます。
待って、難易度切り替えとかあんの？ノーマルでやってみようか。でもで、今回の定期はこの感じでいきます。ちょっとバルバトス思いっきり強化してきたけんな、それなりに強くなっとるはずなんで、舞い降りる剣は一つ前のパートにタイトルに舞い降りる剣って使ってしまっとうけんな。なんかまた出てきてしまった。お？コズミックイラのトゥルーミッション。前回はアークエンジェルが撃墜されちゃって任務に失敗したけど。ああ。アイナさんのアプサラス3ね。今度は大丈夫なの？いや、意外とアプサラス3ザルだったけどね。まだ出てきたらさ、意外と楽勝って思ってしまうけんな。そういう人もアイナサハイ美人やなって思うよな。確かにこれ白アマだからそれは羨ましいよ。そうだよな、アニメだったらさ、白アマダとこのアイナサファリーさ一緒にお風呂入っとうからな。白アマダお前羨ましい、カーレって思うてくれ。全てのデータ揃ってる。お、そうだ、オッケー。全てのここに舞い降りるべき彼も。そうよ、一番の主役が出てきてないよな、まだ。多分ね、その思いと力がきっと状況を打破してくれる。アマダ将尉がアプサラスを一声でブレイクアウトさせたようにか。愛の力です、それは愛の力です。ここはそういう力が集まる場所なのかもね。え、出撃しよう小隊長さん。オッケー、行くぜ。てん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 、ちゃんと BGM 流してもらおうなんだ。前回と同じだよ。ああ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 、サイクロプスは止められない。サイクロプスまた出てきた。止められんのやな、結局のところ。バルバトスと同じ白いモビルスーツ、なんか角張ってるけど。ここは別に前も見たな、このやりとりは。こんな感じ。お、前回と似たような感じやな、展開としては。コーナーから通っていくは一緒なんじゃ。よいしょよいしょよいしょ、やっぱ一発一発の威力が上がっております、強化したからな。チューンしておいたけん。前回おったな。けど今作にはフラガは味方としては出てくるのかな。出てくるとしたらあれやけんな、この時期はあれよ、スカイグラスパー乗っとよな。よいしょい。おお、ちゃんとアニメの通りの話をやりとりやりやるわ。マリオさん出てこんのかな。よく聞けよ、本部の地下にサイクロプスが仕掛けられている。マリオさんおらんの？てーとか言いながらさ、被弾したらおっぱいボロンとか揺れるタイプじゃない、血揺れせない。開かない、開いたー、よし、ヒュー。やがて市民は全滅し、ゲートは突破され、本部は施設の破棄を兼ねてサイクロプスを作動させる。よいしょよいしょよいしょ。ほんま切り捨てないよな。あ、出た、マリュー、マリューさん大人気よ、マリューさん大人気よ。長野人がミサトさんとかいうことで結構人気のあるキャラクターですが、ジグーっていうさ、量産機ではない、ちょっと指揮官機的なやつが出始めてきとんな。なんか敵が強なっとるっていうのを感じるな、やっぱ。マリオが命令を無視して独断で出ていく感じね。そうよそうよ、役者はあと一人揃う。でででで、数置いていっそー、よいしょよいしょ。ゲージがなくなるような格闘バック不要だ。いててててて、追い打ち追い打ち、オッケー。次はこっちか、え、こっちやな、そこか。倒した、次どんどん行こう。来た、アークエンジェルじゃ。前回打ち落とされとったやな、あれ。なんか飛ばんな思ったら、あ、守らなあかんのじゃ。
HP0 になったらゲームオーバーかこれ。ちゃんと守る系のミッションになっとんで、これガンタンクはもうミスミスゲゲハザやったけどな。出ていくの優先ね。イザーク出てくるんかな。イザークは出てこんかな。あれよ、イザークが襲いかかってきよったもんな、そのフリーダムが出てくる直後、直前か。どれどれ、ああ、戦艦おるんじゃ、相手にも倒した。くる、よっしゃー、てて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 、あ、聞こえ、来た、コクピット狙ったところを。来たー、役者は揃った。キラなんです。Gをつかみ発生させました。戦艦も潰す。ユノちゃんにサプラさん、どうしてここに。それよりも連合の作戦で本部の地下にサイクロプスが仕掛けられてるんだよ。え、アークエンジェルがおとりに使われたのに、もっと基地から離れないと。わかりました、守れ守れ。あ、上に登らな。アークエンジェル HP 半分になってるやん、やばい、ワイトやばいじゃねえか。原作通りやってるね。キラが原作通り全軍に呼びかけて、全員脱出を。やよだやよだ。アークエンジェルこっち。みんな逃げろよ逃げろよ。おった、こんなところおった。お前だよ、お前そんなところ隠れとんの、お前出てこいよ、お前。戦艦おる、ミサイル撃たせるわけにはいかない。ゲイハー、あとは終わったかな。出ていった、オッケー、よっしゃ。ワイドやばかった、 HP2 割ぐらいしか残ってないで、アークエンジェル危なかった。いずれかシール発動させるキラが。あれはどうだ。オッケー、成功、よかった、よくやった。みんなギリギリだったけどな、ぶっちゃけ。よっしゃー、そうだろ。あ、フリーダムの半分、え、じゃあ次使えるで、フリーダム。あ、こっちで手入るんじゃ、設計ずつちゃうな、全部ではないかけど、これでフリーダムの設計ずつが半分達成できた。あー、もうちょいかかるんか。フリーダムクリアするにはもう2回ぐらいミッションやらなあかん感じなんか。歌が聞こえる。なんかジブリに合うようなタイトル。